こんにちは、星ナビ編集部藤田です。2023年もどうぞよろしくお願いします。それでは早速1月5日に発売となった星ナビ2月号の紹介です。表紙の写真は星空の下で撮影をしている風景ですね。よく見ると複数の望遠鏡が同じ方向を向いているのがわかるでしょうか。どんなシチュエーションなのか、それは特集を読んでのお楽しみです。ということでスタッフからのおすすめをどうぞ。皆さんこんにちは、星ナビ川口です。昨年11月に八ヶ岳星と自然のフェスタ in 小海に飯島カメラマンと共に行ってきました。同イベントは今年で5回目になるんですが、川口が参加するのは初めてです。マニアが集うフルスコ懇親会やメーカーブースをレポートし6ページにまとめました。次に紹介するのはみんなで合作天体写真。合作というのは星沼会のメンバー5人の方が6台の望遠鏡で撮った天体写真を画像処理で合成して一つの作品を仕上げるという試みです。前編では企画から撮影当日のエピソードまでまとめました。次号の後編では画像処理方法について紹介します。星沼会の皆さんにメッセージビデオをいただきましたのでご覧ください。皆さんこんにちは、星沼会の阿部正則です。星ナビ2月号ご覧いただけましたでしょうか。我々星沼会がですね、おととしの8月に行った福島遠征での様子の記事がですね、掲載されております。ぜひご覧ください。またですね、文字情報だけではなくて映像情報として、YouTube に動画をアップロードしております。記事の中に QR コードがありますので、そちらからぜひご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。記事に関してですね、詳しい内容は丹羽さんに喋ってもらおうと思います。バイバイ。こんにちは、星沼会の庭です。今回私たちは合作について書きました。天体写真というのはとても淡い光を撮影しますので長時間の録画が必要になります。デジタル技術では数分の写真を数十枚、場合によっては数百枚重ね合わせて一つの写真にしますが、合作ではそれをみんなで同じ天体を撮って持ち寄って一つの作品にしてしまおう、そんなアイデアです。これやってみますとものすごく楽しいです。星ナビの表紙に合作の風景を採用いただきましたが、あの日はですね、曇っていてなかなか晴れずに1時間も2時間も待っていたんですね。でやっとのことで雲がなくなって星が出てきたら、みんなでわーっと望遠鏡を同じ天体に向けたんです。その光景がエモいと言いますか、熱いと言いますか、とても印象に残っています。趣味というのはだいたいガチ勢とエンジョイ派がいまして、星沼会にもいるんですけども、私はちなみにガチ勢なんですが、合作の魅力はガチ勢もエンジョイ派も一緒になって楽しめるんですね。そんなことも記事に書きました。また天体写真は準備、それから撮影、画像処理、この3つの工程に大きく分かれますが、今回の前編では準備と撮影について書いています。実践的な情報が満載ですので、ぜひお手に取って見ていただきたいと思います。はい、星沼会の皆さんありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。さてもう一本は皆既月食ギャラリーです。昨年11月8日に皆既月食中に天王星食が起こるという大変興味深い天文現象がありました。星ナビギャラリーにも山ほどの応募があって、とてもいつもの10ページでは紹介しきれないので6ページのスペシャルギャラリーを作ることにしました。
いろんな撮影方法を網羅しましたので、次回の月食撮影のための参考になるかと思います。皆さんこんにちは、星ナビ編集部の石川です。私が紹介するのははやぶさ2ミッションレポートです。小惑星リュウグウの初期分析の結果が次々と発表されています。今回は8月から12月にかけて発表された4チームの分析結果をまとめて紹介します。リュウグウの資料は初期分析以外にも国際公募による研究も始まっています。今回星ナビでは日本原子力研究開発機構原子力科学研究所を取材しました。研究の最前線でのお話ということで、すごく読み応えのある記事になっていると思います。今回はやぶさ2ミッションレポートは拡大6ページ、はやぶさ2の今がわかる記事になっています。ぜひご覧いただけると嬉しいです。藤田からはこちら、星になったミングたち、天につながる暮らしを紹介します。私たちが普段目にする星の並びといえばオリオン座やおうし座といった西洋から伝わったものですけど、日本にも独自の呼び名があったことはご存知でしょうか。そういった星の和名をミングとともに紹介したのが神奈川県の平塚市博物館で2022年の秋から2023年の初めにかけて開催されていた特別展、星になったミングたちです。学芸員の塚田健さんが特別展の内容をもとに記事を書いてくださいました。塚田さんからの特別展に込めたメッセージもいただきましたので紹介いたします。皆さんこんにちは、平塚市博物館の塚田健と申します。特集記事でご紹介したように、日本の星の名前はたくさんのミング、道具の名前が由来になっています。私の奥に見えているたくさんの道具は、すべて冠座の名前の由来になったものです。あまり目立つ星並びではない、明るい星は少ないんですけれども、非常にたくさんの名前が残されています。まあ、例えば巾着袋が奥に見えていますけれども、巾着星という名前が伝わっていまして、まあ、冠座 の、 あの半円形の形が紐を締めた巾着袋の部分に見えるということで、まあ、非常に納得いく名前だなと思います。他にもオカマ星ですとか、ビクに見立てられたカゴ星などもあるんですけれども、まあ、一つ私としてはよくわからないのがありまして、カラカサ星というのがあるんですね。まあ、いわゆる傘なんですけれども、まあ、冠座綺麗な丸ではないので、で一箇所空いてますし、まあ、あれをどう見たら傘なのかなっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、そんな名前も伝わっています。皆さんのお近くにもきっと郷土資料館、博物館あると思います。そこで展示している実物とぜひ星の名前を比較して、日本人がどんな思いで星空を見上げて星に名前をつけてきたのか感じていただければと思います。平塚市博物館の特別展は2023年1月15日で終了しましたが、この記事を読んでですね、塚田さんもおっしゃっていたように、近くの郷土資料館などを訪ねてみて、星に名前が付けられた昔ながらのミングを実際に見て、暮らしの中で天体に親しんできた世界観を覗いてみてください。ということで、こちらが星ナビ2月号の目次です。関東ニュースでは横浜の浜銀子ども宇宙科学館リニューアル情報を紹介していますし、観測情報としてはこの1月と2月にかけて北の空で明るくなっている GDF 彗星の見え方、あとははやぶさ2が訪れる小惑星の観測キャンペーンなどをガイドしています。2023年もワクワクする企画をどんどん実現していきますので、星ナビと一緒に楽しい星見生活を送りましょう。全国書店やネットショップ、電子版でも購入できます。動画の最後には次の3月号の予告があります。最後までじっくりとご覧ください。ご視聴ありがとうございました。